どうも、V8 です。ウィニングポスト級2022足で縛りパート23、始めたいと思います。が、ここで一つご報告が。なんと前回の動画終わりからゲーム内の時間で、およそ3ヶ月の動画のデータが消えてしまい、その分進んだ状態からのスタートとなります。録画ソフトを変えたのが原因ではないかと思います。ということで、間3ヶ月何があったかをざっと説明していきます。まずは誠くんお気に入りのピアラップですが、新馬戦勝利後、国内の2歳重賞を連勝。この1週前に阪神ジュベナイルフィリーズも勝利しました。どうも2歳重賞で勝ちがないレースが多いようで、これを機にピアラップで勝ちのないレースを勝ってもらいました。距離適正的にも、絆コマンドを使えば、ギリギリオークスも勝てるかもしれないので、まずは国内牝馬クラシック路線で行きたいと思います。勝利時に誠くんイベントを撮影できてなかったのはちょっと痛いですけどね。とまあこんな感じです。余談を言うと、ピアラップのスピードがそこまでなかったのが多少不満かな。その他は特になかったと思います。さあ、ここから進めていくのですが、たびたびで申し訳ないのですが、やっぱり撮影がうまくいってなくて、音声がまるまるなかったので、編集でどうにか音をはめて進めています。違和感があると思いますがご了承ください。この年の最優秀ライバル対決は、グラスワンダーと我が所有馬が選ばれました。エヴァグレズは2頭目の優勢イベントの馬です。ピアラップが最優秀2歳牝馬に選ばれました。ちなみにここも画像と音声で編集してます。なんだかこの方が見やすく、再生時間もかからないかもしれません。編集時間はかかりますけど、ちょっと検討してみます。さて、続いては年末処理です。これも画像と音声でカバーしてます。まずはストームキャットの系統が確立。残念ながらダンシングブレイブの系統は確立しませんでした。この年は2頭ほど引退。ダンシングブレイブは守護馬引退。所有も考えましたが、縛り上はアウトなので見送りです。新所有馬は日本3頭、欧州2頭、米国2頭。クラブ所有馬は5頭になりました。年末処理は以上です。さて、また新年を迎えたのですが、この年はとりあえずピアラップと誠くんの動向を追っていきます。また、ダンシングブレイブが引退したので、系統確率は残念ながらできませんでしたが、タマモクロスの系統確率を目指したいと思います。メンデスも引き続き系統確率を目指していきます。ということでまずはピアラップのレースから。ピアラップには、今まで取りこぼしている国内重賞を優先的に出走させます。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。内を通って V8 ピアラップ。2番手はスクエアベル、エアウィッシュズ。3番手。さあ、V8 ピアラップ。このまま逃げ切れるでしょうか。このあたりで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ、先頭は V8 ピアラップ。さあ、いよいよ直線の攻防。V8 ピアラップ。先頭。これはちぎれた。残り 200m。後続を完全に引き離した。残り 100m。2番手はスクエアベル。これは強い。V8 ピアラップ。この馬で決まりか。V8 ピアラップ。独走。V8 ピアラップ。ぶっちぎりです。2着は微妙です。V8 ピアラップ。見事、1番人気に答えました。これまでの戦績を見たら勝って当然ですかね。このまま多少ローテはきつくなりますが、取りこぼした重賞を勝ってもらいます。ピアラップの勝利で新しい誠くんイベントです。といっても重賞勝利の度に起きているので、実際には4回目なんですけどね。2月にも重賞に出てもらいました。さらに賞と共同通信杯です。連投なので一気に見ていきます。リーブギャラリー。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。この辺りで先頭が変わりました。 V8 ピアラップ。2番手はエンマチェンジ、勝ちどき流。3番手。さあ、 V8 ピアラップ、このまま逃げ切れるかどうか。後続も追い上げていきます。さあ、先頭は V8 ピアラップ、勝ちどき流、続いています。さあ、直線に入りました。これからの勝負。 V8 ピアラップ、先頭。後続とは3馬身以上、さらに突き放します。残り 200m、 後続はまだ後ろ。 V8 ピアラップ先頭です。このまま押し切るか。2番手は鶴丸ボーイ。 V8 ピアラップ今ゴールイン。段違いの強さです。2着は鶴丸ボーイ。1番人気に応えました。 V8 ピアラップ見事です。スターカフェ並んで5番、ヒシロビン。この辺りで各馬大ケヤキの向こう側を通過。さあ、先頭はまだ連勝中のダンスフレーム。2番手はキングフィレリア、フリスキーイヤーズ。3番手。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ダンスフレーム先頭。2馬身から3馬身引き離す。
キングフィデリア店名に追いすがります。ダンスフレーム先頭、外から V8P アラップ先頭、残り 200m を通過して後続は遥か後方、2番手はゴッドオブチャンス V8P アラップ、この馬で決まりか。 V8P アラップ今ゴールイン、段違いの強さです。2着はゴッドオブチャンス、3着にダンスフレーム、1番人気に応えました V8P アラップ、見事です。というわけでどちらのレースもしっかり勝ってくれました。ピアラップはこの後は放牧に出して桜花賞を目指します。オークスは距離が心配ですが、誠くんたっての希望なので出走させようと思います。続いてはこの年生まれた新ヨークたちの紹介です。クライシスの子は9億超えそうな勢いですね。能力は高くなさそうですが、クラブでも所有できない額なので売却です。そういえば、先日ウイニングポストの新作の情報が出てましたね。すでに界隈ではいろいろ噂されており、この動画を投稿した頃には公式の情報も出ていると思いますが、私もすごく楽しみにしています。ただ、懐事情がよろしくないので、購入するかどうかは別ですが、積みゲーもたくさんありますからね。ただ、新情報が出てきたらまた話したりするかもしれません。まずはこの企画をしっかり終わらせないとなんですが、今のところ、おっ、と思う場は生まれてないですね。この馬は良かったですが、クリゲ。ちょっと足毛そのものが少なそうです。おお、締めはははは候補の素質馬が生まれました。こちらも期待できそうな締めはははは候補です。ここの紹介も次回からは画像と音声に変えようかな。ちょっと検討を加速させましょうか。これで終わりです。この年の種付けは画面右の2頭を主につけます。締めはははは候補生産はこれで終わったので、繁殖牝馬もガラッと変えていく予定です。さあ、 V8P アラップの牝馬クラシック初戦です。同世代には JM オーシャンなどがいます。その横にフェームオーシャン、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。前はシーズトーショー、2番手はフローラルグリーン、アグネスストローク、3番手阪神ジュベナイルフィリーズの勝ち馬 V8P アラップ、まだ後ろ、この位置から果たして届くかどうか。シーズトーショー先頭、外から V8P アラップ、先頭シーズトーショー、2番手手応えはどうか。残り 200m、 後続を引き離しにかかります。残り 100m、 2番手はダイヤモンドビコー、 V8P アラップ、この馬で決まりか。 V8P アラップ今ゴールイン、段違いの強さです。2着はフェームオーシャン、3着にダイヤモンドビコー、 V8P アラップ、素晴らしいパフォーマンス、格の違いを見せつけました。ここも圧勝でした。次走はオークス、万全の状態で迎えたいと思います。桜花賞を勝利して誠くんも大喜びのようです。そして2冠目のオークス、距離適正は絆コマンドを使っても 100m ほど足りない状況です。これはちょっと厳しいかもしれません。そして先頭リードは1馬身から2馬身、その後ろからはフェームオーシャン、これに続くのがオートファントム、そして大きく離れてベルダンシーン、この位置です。 OK 機を通過していきます。さあ先頭はまだ5番シーズトーショー、
2番手は AM オーシャンフォートファントム、3番手 V8 ピアラップ、まだ来ない。4コーナーをカーブして、さあこれからです。最後の追い比べ、先頭は AM オーシャン、外から V8 ピアラップ。ここで先頭変わりました。先頭は V8 ピアラップ、リードは2馬身から3馬身。残り 200m、 一気に後続が抑えかかってきた。残り 100m、 ダイヤモンド尾行抜けた。2番手は V8 ピアラップ、先頭はダイヤモンド尾行、1着でゴール。2着は V8 ピアラップ、3着にローズバド、見事に勝ちました。ダイヤモンド尾行。最後は残り 100m で失速してしまいました。やっぱり距離適正範囲を超えると G1 では厳しいですね。とりあえず次は周華賞を目指して進めていきます。種付けはメンデス系確率を念頭に行いました。8月になりました。ピアラップや誠くんとは関係ないのですが、今回初めてステイヤーズミリオン完全制覇を達成。何度か挑戦していたのですが、やっと制覇できました。続いてはピアラップの秋前哨戦です。失走したのはローズステークス、ここから周華賞を目指します。ややスローペースといったところか。これが後方の馬にどう影響するでしょうか。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。さあ先頭はまだ7番デイシチー、2番手はサンブリンクグラス、ダイヤモンド尾行、3番手 G12 勝 V8 ピアラップ、まだ後ろ。この位置から果たして届くかどうか。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭変わってダイヤモンド尾行、外から V8 ピアラップ。さあ先頭に立ったのは V8 ピアラップ。残り 200m、 後続を引き離す V8 ピアラップ。足色は衰えません。2番手はローズバド、 V8 ピアラップ、今ゴールイン。段違いの強さです。2着はローズバド、3着にテームオーシャン。これが G1 馬の実力だ。 V8 ピアラップ、しっかり前哨戦も勝利しました。これで気持ちよく本番を迎えられますね。ということで続いてはその本番周華賞です。さて本番です。当然のことながら TM オーシャンやローズバドなど強豪ばかりです。ピアラップは勝てるかな。 1000m を通過、これはスローペースになりました。追い込み勢には辛い展開です。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。さあ先頭は依然として5番テームオーシャン、2番手は V8 ピアラップ、オリーブクイーン、3番手。さあ V8 ピアラップ、前を捉えるか。後続も追い上げていきます。さあ先頭はテームオーシャン、離れてオリーブクイーン、離れてローズバド。さあ決着をつける時が来た。さあ先頭に立ったのは V8 ピアラップ。残り 200m を通過して、後続を大きく引き離しました。後方から一気にベルダンシン、2番手はダイヤモンド尾行、 V8 ピアラップ、今ゴールイン。段違いの強さです。2着は微妙です。宿命のライバル対決、この一戦を制したのは V8 ピアラップ。周華賞も勝つことができました。ピアラップの今後は距離適正を見て決めていこうと思います。ということで今回はここまで。次回はまた締め配合を重に乗せていきます。今回はいろいろ予期せぬ失敗があり、大変見づらい動画になってしまい申し訳ありません。早くキャプチャーソフトに慣れて、より良い動画を目指していきますので、今後ともよろしくお願いいたします。それでは、最後までご視聴ありがとうございます。